こんにちは、海です。はい、今私は富山県の折れたてというところに来ています。今回は3泊4日で北アルプスを縦走していきたいと思います。折れたてから黒部五郎岳で和芝岳の方を回って、憧れの雲の平に行って、でまた同じ折れたてに戻ってくるような周回コースを歩いていきたいと思います。3泊4日の長い縦走は初めてなのでちょっとドキドキしていますが、はい、今回も安全に気をつけて歩いていきたいと思います。レッツゴー。今回は3泊4日で北アルプスを縦走していきます。折れたてからスタートし、黒部五郎岳、和芝岳、雲の平を通って元北折れたてに帰る周回コースを歩いていきます。この動画では1日目の折れたてから太郎平小屋を通って薬師峠までと、2日目の黒部五郎岳を通って黒部五郎小屋までをお届けしたいと思います。昨日夜最後の新幹線で富山駅に行って、で富山のアパホテルに泊まって、で朝8時57分の富山駅発の富山電鉄で有峰口の駅まで行って、そこからバスで折れたて登山口にアクセスしました。今朝の11時ですね。登山をスタートしています。今日の1日目はだいたいコースタイムで4時間ぐらいの行程になりますが、折れたてから太郎平を通って薬師峠にアクセスするコースになります。薬師峠にはテント場があるのでそこで一泊になります。今日は 1000m ぐらい登っていくようなコースになります。早速結構急登でもうかなり息が上がってますが、こんなコースを登っていきます。はい、歩き始めて1時間ほど経ちました。はい、今ちょっと緩やかなところに出ましたが、割とずっと樹林帯の中を登っていくようなコースで、急なところもあってなかなか辛い1時間でスタートしています。もう9月の下旬なのでだいぶ涼しいかなと思ってましたが、今年はまだまだ猛暑が続いているのでだいぶ暑いです。ちょっと歩くと本当にすぐ汗が出て真夏みたいな暑さです。初めて2時間ほど経ちました。ちょっと標高が高くなってきて周りも見晴らせるようになって、木道も整備された綺麗な道を歩いています。はい、ちょっとコースタイムよりは 90% ぐらいの遅さでちょっと遅れてはいますが、はい、頑張って淡々と登っていきたいと思います。ちょっと景色も良くなってきてダムが見えたり、ここまでは割と単調な道だったのでちょっとテンションが上がってきました。
始めて2時間半ほど経ちました。前半よりは上りが緩やかになって比較的歩きやすい上り道という感じです。今ちょっと平坦なところ歩いてます。はい、地図上はだいたい半分ぐらいで、多分コースタイムはもう半分過ぎたぐらいだと思います。はい、今回のコースはどっちかというと最初の前半が坂が急なコースなので、はい、まあ、前半の山は乗り越えたかなという感じです。木も低くなって、あたりはちょっと草が生い茂る草原のような感じの景色が広がっています。道もとても綺麗に整備されてすごく歩きやすいです。今だいたい標高 2000m ぐらいになりました。このぐらいになると周りの葉っぱとか木々もちょっと紅葉していて秋らしさを感じることができます。さっきまで結構日差しも強くて登りも急で汗だらだらで、まだまだ全然夏じゃんと思ってたんですけれども、この辺りまで来るとだいぶ秋らしい景色です。今3時間20分ぐらいです。引き続き、まあ、このように本当にきちんと整備された階段状の道を歩いています。はい、両側は引き続き紅葉した草原がもう一面に広がっていて、本当に景色が素晴らしいです。今年はまだまだ麓では残暑が厳しい9月の中頃ですが、まあ、着実に季節が秋に変わってるんだなとすごく感じてます。アルプスらしい景色になってきてすごくテンションが上がってます。時間ほど経ちました。あと20分ぐらいで太郎平小屋に着くと思います。はい、ちょっと周りはかなりガスってきてしまっていて、たまにパラパラと雨が降るので下だけレインパンツを履いて歩いていってます。さっきまでは結構眺望もあったんですけど、だいぶガスが降りてきてしまっている感じです。あとちょっと頑張って歩いていきます。太郎平小屋に到着です。はい、ぼんやり小屋の形が見えてきました。はい、かなりガスっていてアルプスの奥地に来た感がすごいです。今日テント泊する薬師峠はここから20分ぐらいのところなので、ここまで来ればもう安心です。
憩をして、いよいよ今日の天白地の薬師峠に向かって歩いていきます。太郎平小屋ですごい雨が降ってきたので、一旦雨宿りをしてしばらく休憩をしていました。今はかなり晴れて、向こうはちょっと日が差しているぐらい の天気に回復しています。はい、これから今日の天白地の薬師峠まで20分ほど歩いていきたいと思います。はい、でも本当に土砂降りだったので、ちょうど小屋にいる時で、屋根のあるところで待機できてよかったです。いや、太郎平小屋まで来るとかなりアルプス のパノラマが見えてきて、より一層景色が綺麗になってきました。テントが張られています。到着です。はい、無事テント場に到着しました。外は雨が降ったり止んだりという感じなので、一旦テントを急いで張って、はい、なんとか落ち着けたというような感じです。今日はもう暗くなってきたので寝たいと思います。ちょっと雨が降ったりバタバタしていたので、全然ご飯の動画とかも撮る余裕がなかったんですが、今日は簡単に五目ご飯のアルファ米とお味噌汁で晩ご飯にしました。ということで、明日に備えて寝たいと思います。おやすみなさい。間違いない組み合わせですね。おいしい。おいしい。おいしい。一番おいしいかもしれない。おいしいです。はい、おはようございます。テント泊した。薬師峠を出発して2日目の行動スタートです。今6時40分です。今日は日本百名山の一つでもある黒部五郎岳を登って、その先の黒部五郎小屋のところのテント場まで歩いていく予定です。はい、今日は天気が最高の快晴です。多分今回の行程の中で今日が一番天気がいいんじゃないかなと思います。はい、今日しっかり最高のアルプスの眺めを写真に収めたいと思います。では2日目、レッツゴー。今日登る黒部五郎岳が見えたり、本当に素晴らしい景色です。木道が引いてある稜線もとても
綺麗です。昨日はあのテント泊で薬師峠はそんなに標高が高くないので9月下旬ですが暖かく過ごせました。一応ダウンとダウンパンツ持ってきたんですが寒がりの私も特にそれも着ることなく過ごせるぐらいの温度だったので、はい、今年は結構あったかいのもあるのかもしれませんが、はい、そのようなあの服装でも大丈夫でした。黒部五郎岳までは北の又岳と赤城岳という2つのピークを越えてアップダウンしながら歩いていくコースになります。今日はだいたいコースタイム6時間半ぐらいのコースになります。振り返ると薬師岳です。険しそう。はい、太郎小屋から登ってすぐのところに太郎山の山頂があります。太郎山は2373メートルの山頂です。向こうに富山の町が見えて見晴らしがとってもいい山頂です。1時間半ほど経ちました。振り返ると歩いてきた道が綺麗に見えてとても美しいです。薬師岳が本当に綺麗に見えてもう素晴らしい天気と素晴らしい景色で本当に感動してます。少しずつ登りが急になってきてちょっとバテながら登っていってます。2日目なので昨日よりもリュックが重く感じます。はい、引き続き登っていきます。しました。もう今日は本当に最高の景色で北アルプスの名だたる山々が見れて本当にすごい景色です。ここから一つ目の峠の北の又岳はあと1時間ぐらいで着けると思います。ちょっと遠くは見えますが割と緩やかな上り坂で登っていくコースになると思います。少しずつ槍ヶ岳だったりお天正岳
といった表銀座の山々も近づいてくるような景色で、山の奥に近づいているようなワクワク感のある縦走コースです。登る黒部五郎岳で、その向こうに笠ヶ岳、森倉、御嶽と、もう名だたる山々が連なって見えます。ものすごく綺麗です。通過しました。赤城岳は、ほぼ途中の通路っていうぐらいの感じで、あまり山頂という感じではありませんでした。ここからはいよいよ黒部五郎岳に向けて歩いていきます。ここから多分2時間半ぐらいですかね。まだまだ先は長そうです。気が思いやられますが、黒部五郎に向けて登っていきます。登り返しの道は割とこのような岩と砂利の合わさったような道で登っていってます。登り返しが結構辛いです。なかなかハードな道のりがこの先も続くと思います。最後の下りかなと思ったら、もうちょっと下りがありました。もうすぐそこで下りが終わって、最後の上りがスタートしそうです。ちょっとずつ雲が
出てきてます。いよいよ黒部五郎岳に向けた登りが本格的にスタートしました。一瞬で雲が現れて周りが真っ白になってしまいました。ちょっと涼しくて歩きやすいは歩きやすいんですけど、ちょっとさっきまでの景色がもう見れないのが残念ですが、ちょっと登っていきます。はい、同じような岩のちょっとガレガレしたような道を登ってます。本格的な登りがスタートしてからだいたい40分ぐらいですかね。肩というところに荷物を置いて山頂までは10分ぐらいのコースタイムで往復するようなコースになります。はい、ちょっとだけ雲がなくなる瞬間もあったりして山頂が綺麗に見えて、最悪何も見えないと思ってたのですごく嬉しいです。峠を越すとちょっと晴れ間が見えてる感じです。結構登りが辛かったんですけど、なんとかここまで、はい、やってこれて本当にホッとしてます。はい、無事黒部五郎岳に到着しました。がずっと曇ってたので景色は全然期待してなかったんですけど、思いのほか綺麗に見渡せて大満足です。遠くに明日行く雲の平とかも見えて、はい、で下の方に今日泊まる黒部五郎小屋も見えて、いや本当に綺麗な景色が楽しめました。今日はあとは下りの工程なので、今日の宿泊地の黒部五郎小屋までここからは下っていきます。黒部五郎岳の肩から黒部五郎小屋を目指して歩いていきます。地形がカールのようになっていて、その下に向けて下っていきます。という感じで、すごい大量にいてびっくりしました。カールを下っていくコースで、向こうの正面に見える黒部五郎小屋まで行きます。カールの中心に向かって下山していくコースになりますが、結構足場は岩場になっていて、急なところもあったりなかなか歩きにくいコースになっています。はい、でもカールの下から見る黒部五郎岳も迫力があって、下から見るのもすごくいい景色だな。
に降りてきました。日本庭園みたいな美しい世界が広がっています。ちょっと秋めいていて本当に美しくて素晴らしいです。20分ぐらいで黒部五郎小屋に到着しそうです。上からは結構よく見えたんですけど、登山道からは近づいても近づいても全然見えないので不安になりますが、割ともう近くまで来ているので、登山道からは高さ関係的に見えにくいのかもしれません。あと10分ぐらいのところでようやく小屋の姿が見えてきました。もうちょっとです。このくらいの大きさです。あ、ようやく到着だ。薬師峠から黒部五郎岳を登って黒部五郎小屋にもうちょっとで到着です。結局朝6時半過ぎに出て今2時半ぐらいなので8時間ぐらいでしたね。コースタイムは6時間半ですが、荷物も重くてそんなにペースも速くないので、はい、8時間で到着しそうです。黒部五郎小屋が予約が取れないかもしれないと最初思ってたので、今日三俣山荘まで行く計画もあったんですけど、本当に黒部五郎小屋にしといてよかったと心から思ってます。ということで2日目無事到着しました。はい、ドーン。美味しいです。もう疲れてたからすごい美味しいね。はい、というわけで北アルプス縦走3泊4日の縦走の2日目終了です。今日は黒部五郎岳に登りましたが、本当に綺麗なアルプスのパノラマが見れてすごくいい縦走ができました。黒部五郎岳からここの黒部五郎小屋まではカールのような地形を通って歩いてきましたが、そこの景色もとても綺麗で、はい、素晴らしい2日目になりました。はい、明日はいよいよ3日目憧れていた雲の平に行く予定です。途中和芝岳を通って歩いていくコースです。はい、雲の平がすごく憧れだったので明日いよいよ雲の平に行けるのが楽しみです。はい、では今日は早めに寝たいと思います。今回の動画では前半1日目2日目の折れたてから太郎平、黒部五郎岳、黒部五郎小屋までの行程をご紹介しました。後編では和芝岳に登り、いよいよ憧れの雲の平を目指します。後編もぜひご視聴いただけると嬉しいです。